飯時々旅の佐藤です。今回は白老の古城浜にある温泉ホテル泉さんにお邪魔しました。最高の夕食と最高の温泉が楽しめるこの宿、ノスタルジーに浸りながら明日も頑張ろうと思えるような経験ができました。この動画を見て泊まりたくなったら高評価チャンネル登録をお願いします。札幌から車で約1時間半、本日やってきたのは白老町の古城浜です。白老といえば白老牛や毛ガニなどの食べ物が有名ですが、通の方々に愛されているのが古城浜温泉。一施設あたりの湯量が全道一と言われるほど源泉に富んでおり、源泉から引いた鮮度の高い高品質な温泉を提供しているんです。本日宿泊させていただくのは太平洋を眼下に見下ろす高台にある古城浜温泉ホテル泉さんです。先に行ってしまうのですが、食事、温泉、接客が素晴らしく、リピーターの方が多いのが納得のお宿になっています。それでは入っていきます。チェックインは14時、チェックアウトは10時、日帰り入浴も利用可能で、泉質が良いためとても人気の施設になっています。入り口の横には日帰り入浴の方向けの券売機、海が見えるパークゴルフ場もあり、ここで受付を行います。館内紹介は後ほどにして、まずはフロントでチェックイン。本日予約したのは白老牛も海鮮も食べたい欲張りさん向けの夫婦プラン。このプランは夫婦じゃなくても予約可能です。さらに柚子ワインがボトル1本付きという太っ腹な特典付きになっています。夕朝食の時間を決め、説明を受けて部屋に向かいます。ホテル泉さんは創業55年を超える老舗のお宿、建物自体に歴史を感じるところはありますが、とても清潔で清掃もしっかり行き届いていました。本日は2階の202号室、10畳の海側のお部屋です。客室は全部で25室あるそうです。それでは入っていきます。お部屋には事前に布団が敷かれています。布団大好きな私にはすぐ横になれるので嬉しい限りです。海が見える大きな窓からの明かりで部屋がとても明るいです。そして広々としていて10畳以上あるように感じます。クローゼットの中には浴衣と反転の他に足袋がありました。入り口で靴を脱いで上がるので、これは嬉しいサービス。テレビの横にはポット、空気清浄機も置いてありました。大浴場へ行くときにはお部屋からタオルを持っていきます。アメニティには歯ブラシ、カミソリ、コットン、綿棒が置いてありました。そしてテーブルの上にはお茶とポロとラスクが用意されていました。ラスクが大好きなのですぐに食べてしまいます。グラス、栓抜き、爪楊枝、冷蔵庫はお水が用意されていました。冷凍庫が分かれたタイプは珍しいように思います。この中に入っているのは事前に入れておいたものです。しっかり映せていなかったのですが、洗面台もあります。その奥にあるトイレはウォシュレット付きでした。そしてこの窓から見える景色、曇りなのが惜しいですが、太平洋を一望できるオーシャンビューになっています。手前に見えるのがパークゴルフ場になっています。海を見ながらのパークゴルフは気持ち良さそうですね。この窓から景色以外にも運が良ければ見られると聞いていたのですが、到着時は現れず。しばらくしてふと窓を見るとしっかり来ていました。最近では街中や少し山道を走ると出会うことがありますが、このように部屋から見られるのはなかなかありませんね。海と鹿を眺められて非日常を味わうことができるので、少し疲れた時に宿泊しのんびりと癒されたいなと思いました。お茶を入れてラスクを食べて一息つきます。とても落ち着く部屋で居心地が抜群です。エネルギーを蓄えて館内散策へ向かっていきます。ちなみに宿泊前に事前に許可をいただいております。まずは玄関入ってすぐのフロント、靴を脱いで上がるのでくつろげるのが良かったです。フロント横にある休憩スペース、さらに奥に進むと景色の良いくつろぎスペースが登場します。地下1階に大浴場があるので、湯上がりにこちらでくつろぐ時間が最高でした。
こちらは1回100円で15分利用できるマッサージ機。夜利用しましたが気持ちよく寝そうになってしまいました。こちら足までマッサージできるタイプのものです。ここからも太平洋を眺めることができます。とても贅沢な気持ちになりますね。廊下には電子レンジもありましたので夜食の温めもバッチリです。アルコールは従業員の方に伝えると購入可能でした。工芸品のお土産の販売の他に湯上がりに嬉しい飲み物の自販機もありました。後ほど登場してきます。お土産用のお菓子やおつまみも置いてありました。客室にあったラスクを購入することもできます。散策を終え部屋でまったりしたら待ちに待った夕食の時間です。食事会場では部屋ごとに準備されていました。今回予約したのは人気の夫婦膳プランです。片方は海の幸、もう片方は白老牛とそれぞれを楽しめるので苦手なものがある方やいろいろ食べたい方におすすめになっています。こちらが夫婦旬海満喫プラン。キンキの煮付け、山辺のフライ、海鮮当番があるのが違いです。こちらが夫婦白老牛プラン。白老牛ステーキ、道産牛ロースト、茶碗蒸しが異なるメニューになっています。美味しそうな食事を前にまずは乾杯です。なんとこちらサービスでいただきました。ちなみに私はついてくる柚子ワインです。いつもの倍美味しく感じます。本当にありがとうございました。ビールがキンキンで最高ということでした。相方の海鮮満喫プラン、献立を見ているだけでワクワクしてきます。食前酒は柚子ワイン、プランの特典で1本いただいたものをこちらで飲むこともできます。私たちも飲む予定でしたが食事で満腹になったので持ち帰りに変更をお願いしました。こちらの柚子ワイン、あっさりとしていてとても飲みやすいです。お酒が苦手な方でもすっきり飲めると思います。何から手をつけたらよいかこちら迷ってきます。どれも美味しそうです。小鉢の海鮮珍味はイクラの醤油漬け、粒がしっかりしていて塩味もちょうどよく当てにぴったりです。前菜の取り合わせ、少量でいろいろ食べられるのが嬉しいですね。こちらはマグロの甘露煮でしょうか、おつまみにぴったりです。隣は鶏チャーシューとチーズ、こちらもあっさりしていてビールによく合う味です。こちらはホタテの干物塩辛でしょうか、相方のうまいの声が止まりません。シーフードグラタン、ホタテ、エビ、アサリが入っていて量もちょうどよく美味しいです。お造り盛り合わせ、しめ鯖、エビ、マグロ、ハマチ、サーモン、ホッキがついてきます。ここまでの料理は私の白老牛プランも一緒のメニューです。お造りも一人でこの量なのでボリュームがたっぷりです。続いて火をつけて温めていた海鮮当番、出来上がりを待つ時間がまたいいですね。キンキ、エビ、ホタテ、アワビが入っている酒蒸しでした。バターが入っていたのでコクがあってとても美味しいです。柚子ポン酢につけていただきます。キノコや野菜もこのポン酢によく合い、箸が進みます。こちらは春にしん酢味噌仕立て、酢味噌が口の中をさっぱりとさせてくれます。こちらのプランのメイン、キンキの煮付け、これが食べたくてリピートする方もたくさんいらっしゃるそうです。油の乗ったキンキを引き立てる程よい濃さの味付けで、あてによし、ご飯によしで、とっても美味しい一品でした。私は白老牛プランでしたが、キンキの煮付けに目がないので、優しい相方は一口食べて美味しいからと譲ってくれました。こちらのインパクトのあるお魚は山辺のフライ。川魚ですが臭みが全くなく、身は淡白です。お行儀悪くてすみません。これちょっとかずりついていいと大胆な食べ方をする相方。衣がサクサクでとても美味しいです。タルタルソースもあるのが嬉しいですね。私山辺と濁ってますが北海道弁だと思います。
席に着いた時には炊き始めてあったこちらのご飯はホタテ貝とタケノコの釜飯、ほかほか炊きたての釜飯、おこげができているのが醍醐味。たくさん食べたはずですが美味しくてペロリと完食。お吸い物はアサリのお吸い物、優しいお出汁で体に染み渡ります。ここまでが海鮮プラン、私の白老牛プランもご紹介です。海鮮プランと異なるのは3品ありました。メインは何といっても名物の白老牛ステーキ、この程よく乗った脂がもう美味しそうですね。自分の好きなタイミングで焼くことができるので好みの焼き加減で食べられます。白老牛は脂が乗っていますが食べるとあっさりしているのでとても食べやすかったです。こちらは道産牛ロースト、オニオンソースでしょうか、お肉も柔らかくとても美味しかったです。こちらは茶碗蒸し、これも私だけのメニューでした。お出汁としっかりとした卵の味がしてつるりと完食。甘味はチョコレートパウンドケーキとグレープフルーツ、グレープフルーツが甘くてとても美味しかったです。パウンドケーキは甘さ控えめで好みの味でした。あんなにたくさん食べたのにペロリと完食です。想像以上のボリュームと料理の質の高さに大満足。スタッフさんの距離感もちょうどよくのんびりいただけました。ごちそうさまでした。お腹が落ち着くのを待って大浴場へ。温泉は翌朝9時半まで入れるので温泉好きには嬉しいです。絶景の露天風呂は23時に消灯となります。宿泊者の方も温泉目的の方も複数回入浴されてました。相方はお風呂上がりに休憩スペースで一息、マッサージ機が想像以上に気持ちよくて至福の時。私は湯上がりはいつもの一杯瓶のコーヒー牛乳を見たら飲むしかありませんね。その後は朝まで気を失ったかのように熟睡、鳥のさえずりで目を覚ましました。今日も残念ながら曇り、今度は晴れの日にまた来たいですね。早速朝食の時間です。朝食会場は夕食同様部屋ごとに席が決まっていました。昨晩あんなに食べたのに朝風呂にも入ったのでお腹はペコペコ、このようにお重に入ってセットされていました。昨夜飲むことができなかった柚子ワインも持ち帰り用に包んでいただいていました。飲み物はお水、お茶、牛乳、マンゴージュースを好きに飲むことができます。蓋を開ける楽しみがあるのが嬉しいですね。中にはこれぞ日本の朝食という品々が詰まっています。サラダをはじめご飯に合うおかずがたっぷり、こういうご飯が一番美味しいと思います。そして熱々で提供されたのは白老牛カレー、朝から贅沢な一品です。お味噌汁は大好きな海苔のお味噌汁、おひつにご飯もたっぷり用意されていました。それではいただきます。何から食べようか迷ってしまいますね。サラダのドレッシングがとうきびの味がしてとても美味しいです。煮物のふきも優しく味が染み込んでいました。卵焼きは程よい甘さで懐かしい味がします。桜エビの佃煮と昆布の佃煮、ご飯泥棒たちが集結、言わずもがな美味しいですね。ここは古城浜、名産のたらこにテンションが上がります。おひつのご飯がどんどんなくなっていきます。しらすとオクラの最強の組み合わせ、しらす好きの私の心をしっかり掴んできた一品。朝食の定番のお魚鮭、程よい塩分で食べる手が止まりません。鮭のお隣にある漬物、もしやと思いましたが福神漬け、カレーのお供ですね。白老牛がゴロゴロと入っていて贅沢、旨味がギュッと詰まったカレーでとても美味しかったです。ホテル泉さんのご飯は品数が多く、目も心も満足できる食事なのが印象的でした。一品一品丁寧に考えられて作られているのが伝わってきて満足感がとても高かったです。食後にマンゴージュースとデザートをいただきます。このマンゴージュースとろっとしていてとても美味しかったです。
デザートにはプリン、固めで甘すぎなくてとても好みの味でした。ごちそうさまでした。廊下には朝7時から9時までコーヒーのサービスもあります。私も食後の一杯をいただきました。ここからはお風呂のご紹介です。先にもお話ししましたが、ホテル泉さんの温泉は泉質が最高です。近くに有名な登別温泉があるのですが、古城浜温泉は温泉好きの方の中では北海道一の泉質とも呼ばれているほどです。日帰り入浴も行っているので、貴重品ロッカーもありました。100円を入れて後から返却されるタイプです。ホテル様に許可をいただき、清掃時間に撮影をさせていただいております。お湯が抜けている浴槽があるのはそのためです。まずは女湯から、男女ともに同じ作りとなっています。脱衣所は広々としていて、上から扇風機の風が降り注ぎます。洗面台は2台で、髪を乾かす際に利用させていただきました。綺麗に手入れされている印象です。まずは内湯、お湯がないのは清掃中のためです。源泉温度は49度、浴槽に注がれる時に42度ほどの温度になるそうです。水風呂の隣にサウナもありました。サウナは朝9時から夜9時まで利用可能です。こちらのサウナ、夜に利用した際には貸し切り状態でのんびり入らせていただきました。温度は80度ほどでじわじわ汗が出てきます。そしてこちらは露天風呂、オーシャンビューのこの景色、絶景風呂です。運が良ければ鹿がすぐ近くまで来ていることもあるそうです。美肌の湯とも言われている温泉は、お湯にほのかにとろみがあり、湯上がりに化粧水をつけなくても良いほどしっとりした肌に。温泉に含まれる保湿成分のメタケイ酸が通常の 2.2 倍も含まれているんだそうです。本当に入った感想は化粧水のお風呂という感じでした。保湿効果もあり、湯上がりも長時間ポカポカです。続いて男湯です。作りはほぼ同じですが、配置が若干異なっていました。脱衣所はこのような形になっていて、洗面台の数も2台ありました。内風呂、水風呂とサウナがありました。宿泊客の方は女性より男性の方が多いように感じました。洗い場の数は女性の方が多かったですが、十分な数があります。また清掃も隅々までされていました。露天風呂からの景色、視界が広く海が広く見えますね。ちなみに夜入った時は遠くに船の明かりが見えました。日帰りでも営業されているので、近くに来た時はまた立ち寄らせていただきます。あっという間の1泊2日、名残惜しいですがチェックアウトの時間です。最後に宿泊料金ですが、今回北海道ラブ割を利用し1泊2日寝泊全プランで 23,820 円でした。ここで終わるかと思いきや、最後にフロント横で気になるものを発見です。週末に数量限定で販売される白老バーガーと泉特製ザンギ半身揚げ、もちろん迷わず購入し自宅でいただきました。家に帰っても旅行の余韻が楽しめるのが嬉しいですね。こちら記載のある通り40秒温めて開封です。白老牛バーガーは1000円超えが多い中、750円はかなり安価です。中には白老牛のパテ、ベーコン、ピクルス、レタスと豪華な具材がびっしり詰まっています。食べてびっくり、パテももちろん美味しいですが、パンがふわふわで全体的にボリュームも満点で大満足です。数量限定なので購入できればラッキーですが、週末に行かれる方はぜひ食べるのをおすすめします。泉自家製ザンギもたくさん入ってボリューム満点、塩ベースのザンギでお肉も柔らかく美味しいです。美味しい食事に満たされ、温泉で疲れを取り、景色に癒された1泊2日となりました。最後に撮影にご協力いただきましたイケメン副支配人様をはじめ、温かい接客でもてなしてくださった従業員の皆様、ありがとうございました。源泉 100% かけ流しの美肌の湯を堪能し、豪華でボリューム満点の食事で身も心も大満足、明日からまた頑張ろう、そう思わされる滞在でした。この動画が良かったと思ったら高評価、チャンネル登録お願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回お会いいたしましょう。したっけね。